内部どんでん返しなど、もちづきけくようもん流忍術屋敷は、滋賀県高架市にある現存する忍者屋敷。高賀流忍術屋敷は、高賀流忍者黄五53屋の筆頭閣、もち出き守るの住居として、元禄年間に建てられた旧宅である。外見は、一般的な日本家屋だが、内部は外敵に備え、また侵入した敵を捕らえるため、どんでん返しや、 落とし穴、隠し場ごと隠し部屋など様々な仕掛けが施されている。また、甲賀忍者の奥義を記した、甲賀流伝書や手裏剣、三筆紙など、数々の貴重な品が展示され、忍者の生活を伺うことができる。屋敷には、餅月家の家門である丸に、供養門が河原など至るところに描かれている。2019年、日本遺産、忍びの里井が、 こうがリアル忍者を求めての構成文化財の一つに追加認定された。屋敷では健康茶として健保茶の支援や販売が行われている。このお茶は代々伝わる忍者秘伝の飲料である。忍者は戦や情報収集において、頼り健康を保つため怪我や病気の治療に様々な薬草を用いて薬草に精通しており、そこから生まれた飲料である。 日本遺産認定志賀県知事ら喜ばしい。産経ニュース。ありがとうございます。